チューリップリンセスです。あー、美味しそう。美 <laughs> 味しそうなビシックジご飯できましたので、早速紹介いたします。じゃーん、こちら、スモークサーモンです。うんー、美味しそうですね。美味しそう。どこのだったかな大地だったかなおいックスだったかな大地かなちょっとごめんね。多分第大地だと思うんですけども、美味しそうなスモーク サーモンですなのでもうこれはねさすがにこのまま今日はもういただこうかなと思ってあのオニオンスライスの上に乗っけてみましたこちらにねあドレッシングかゆずポン酢かなんかかけてねいただこうかなって思います美味しそうですでこちらがじゃんこれあれですね昨日作った創作のシュリンプむきえびとかなんかいろいろ あの、ニンニクスライスとか、ガーリックシュリンプのお野菜の蒸し煮みたいなね、白菜、人参をホットクックで私が創作で作ったものです。ちょっと詳しくは、あの、昨日の動画で見てほしいんですけれども、美味しいです。なんかすごい美味しい。<laughs> 和洋折衷みたいな感じですごい美味しいです、これ。で、あと、 これですねなんかねジャーマンポテト的なものが食べたくなってこのオニオンスライスで最後までなんかスライスあって怖いじゃないですかなのでちょっともう余裕があるところでやめておいたその余った玉ねぎを活用しましてじゃがいもも一つもいてねあとねマッシュルームが余ってたのでブラウンマッシュルーム。 マッシュルームと、あのー、じゃがいもと玉ねぎをオリーブオイルでソテーして、塩コショウして、あの、ジャーマンポテトっぽくしました。絶対おいしいやつ。<laughs> これ絶対おいしいやつですよね。食べたい早く。で、あのー、これが一応なんかね、タンパク源がこのスモークサーモンと、あのー、このシュリンプぐらいしかないから、 ちょっと足りないかなと思って一応なんか急になんか現実的な感じなんですけども引き割り納豆 <laughs> ね引き割り納豆とりあえずなんかつけときましたでえっとごまとか入れてまた食べようかなっていう感じですねごまとか混ぜてねでこれがねあの大好評だったえっと白味噌の えー、カブかなカブの味噌汁。でももうちょっとね、最後の方かなっていう感じですね。でもお出汁が出て美味しいと思います。ね、カブの味噌汁も美味しいですよね。そんな感じです。なので、まあ今日の美食女ご飯もね、それなりにいい感じ、とってもいい感じ <laughs> じゃないかなと思います。ね、昨日はちょっとねあ、またちょっと疲れちゃったんですけれども、昨日、あの青と黄色のね、やって、 あのコスプレしてみてでもねあれやっぱりねサイズが大きくってね大きすぎてねもう上着もガバガバだし <laughs> でなんとかね中のワンピースみたいなのはあのちょっとねあのバブリーなキラキラした、ね、すごいバブルみたいだよね確かにあれでダンシングヒーローやったらいいかもなと思っちゃいました <laughs> そうでもねあれを、まあ、なんとかね安全ピンとかで。 詰めてずれないようにしてきたんですけれどもでもジャケットはもうどうしようもないからすごい大きめでオーバーサイズでほんとバブリーな感じになっちゃったんですけれどもね,ね肩パッドとか履いてないけどねあんな感じになりました、まあ、それでもね可愛い,いって言ってくださった方ありがとうございますすごい嬉しかったねでもちょっと違うかもっていう <laughs> いううコメントもあったかなそうでもねやっぱりサイズが合ってないからねちょっと違和感があったかもしれないですね。なのででもね青と黄色いかやっぱりね私に似合ってるかは正直わかんないけど私はやっぱりもしかしたらピンクとかの方があの似合うかもしれないなってあんま青に似合うかわかんないけどでもなんか森高っぽいのはやっぱりあのイメージは青と黄色ですよね。 なのでねちょっとねなんかオーダーメイドとかやろうかなって実はちょっと思っててなんかやっぱあの衣装でこうピタッとしてあのバッチリ決めていつかやりたいなっていうのもあってなんかねオーダーメイドっぽい感じでセミオーダー的な感じで作ってくれるのもあるみたいだからうーんどんな感じになるかわかんないけどまたそのうちね頼んでみようかなとか思ったりもしています。 ね、ちょっとコスプレにでもお金かけすぎだよねちょ,っと <laughs> ちょっとねこのコスプレもお金がかかる趣味だなっていうふうに思っちゃうんですけれどもいろいろなんかお洋服とか全然ねいろいろ買ってたらお洋服とか買えちゃうからねなのであんまりバンバン買うのもなとも思ってるんですけれども、まあ、でもねあのやりたいなっていうのもあるので、まあ、ちょっといろいろタイミングとか見つつ あのまたねもったいないけどちょっと買い直そうかなとかいろいろ考えていますねやっぱピタッとした感じでねやっぱりまあ本人とか森高は本家はねもうすごいあの森高のサイズにあってちゃんとのデザイナーとかがめちゃめちゃ考えてね生地もいいので作ってるからやっぱ全然あの違うと思いますね私もそういういの してもららえたら、ね、いいんだけどな <laughs> でも素人だからね素人アイドルだからねアイドルとか言ってね本当ちょっとずうずしかったんですけどもでもみんなにも言ってもらえたしね, <laughs> ねありがとうございますなんかアイドルっぽくさせてもらってねありがとうございますなのでちょっとねいろいろ調子に乗ってやらせていただいてるんですけどもあったかく見てくださると嬉しいですね昨日もでもすごい本当に。 あのいつもねみんなにすごいあったかいことを言ってもらってすごい嬉しいですね本当美粛女様たちにもね本当にありがたいなっていうのであの男性の皆さんももちろんそうなんですけれどもあの私ねいろいろあのすごくいいあのブロトモさんとかねすごいあの素敵な美粛女様とかにもいっぱい実はあの YouTube 上はそんなコメントを 少ないかもしれないんですけども、実は裏ですごい応援してくださってる。美粛女様、素敵な美粛女様たち、いっぱいいるんですね。実は。うん、なので、あのユーチューブの方はね、いっぱい。あの、たくさん、あのファンの方、男性の方もいっぱいコメントくださって嬉しいけど、そこにはそんなにないかも。だけど、あの、いっぱい。あの、実は素敵な美粛女様たちに応援してもらってるんですね。 なのですごいそれも嬉しくってね私の自慢の一つで昔からなんだけど結構ね男女ともに好いてもらえるっていうのは <laughs> 実はちょっと昔からの自慢ですなんかよく男の人にはモテるけどちょっと同性には嫌われちゃうとかねっていう人もたまにいるじゃないですかでも私ありがたいことにね結構普通にリアルの世界とかでもあの意外にあの男女ともにあの だから本んとにありがたいなと思ってね、まあ、もちろん私みたいな感じが好きじゃないっていう人もいるだろうしいろいろぜ全部にねあのいいと思ってもらうのは難しいかもしれないけどでもわりかしあのじゃ男女ともにねあのよく思ってもらえる方でそれはすごいありがたくてあの自慢です。<laughs> なので本当に皆さんねあの紳士の皆さんも美宿女の皆さんも本当によくしていただいてありがとうございますそんな感じで今日も明るく楽しく麗しく美宿女と紳士でまいりましょう今日からあそっか3連休明けちゃったね大,大変だねそうだよねまたね新しい週間始まって私はねちょっと専業主婦だからそのあたりの感覚がちょっと抜け落ちてるんだけれども ね、働いていらっしゃると思うからね皆さんあの体に気をつけてね元気に頑張ってください。ね私のもね見てね <laughs> 元気になってもらえたらいいしいろいろ。